企画をスタートしたいと思っております。ちなみにここはですね、横浜市の高島町交差点になります。国道16号線を、自転車で回りたいと思います。はい、動画をスタートします。時刻は6時32分です。それでは出発したいと思います。ということで、国道16号線スタートしましたが、途中までは国道1号線との通勤区間になりまして、このような形で1号線になっております。ということでですね、前方に、看板が見えてきましたが、あの交差点、2つ先の交差点から国道16号が1号線と分かります。相模原が27キロですね。頑張りましょう。ということで、高島町から5キロの地点に来ました。現在時刻は7時10分です。ちょっと先ほど途中コンビニでですね、ちょっと買い物をしましたので、若干ペースは遅めですが、ここから行きたいと思います。西田駅付近に来ました。上に見えるのは東海道新幹線の線路です。はい、ここは横浜市旭区鶴ヶ峰です。ここから、左に向かって厚木街道まっすぐで国道16号線になります。はい、これから進めます。ということで、保土ヶ谷バイパスの
交差点まで来ました。この16号線なんですけど、ずっと1車線なんですが、もう1本高速道路みたいな保土ヶ谷バイパスというのを走っておりまして、そっちの方がどちらかというとメインの道になっております。16号線はここから、保土ヶ谷バイパスの方に、右の方に曲がってまいります。休憩挟みまして、町田市、東名入口、246です。
鈴木博介です、相模原市になります。まったいな、お知らせです。